2022年、明けましておめでとうございます。ゆりかのラジオを作ってみました。2022年になりました。明けましておめでとうございます。ゆりかのラジオを作ってみました。この番組はラジオが大好きな私ゆりかがとりあえずラジオを作ってみたという手作り番組です。ということで新年一発目は収録会になります。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、なぜ収録会になるか、なったかというのはちょっと後で言い訳じゃないですけれども、話そうと思っているんですが、収録会ということで、30分ぐらいかなお話ししていこうと思います。もう2022年、自演ラジオ的には1年経ったので、だから2年になろうとしていますね。では今年で2年目ですね。はい、まさかこんなに続くとは思ってなかったんですけれども、12月はね、学園祭学園さんの招き学園祭に出演させてもらったりですとか、あとライブもね、もう怒涛のライブ続きで、24、26、28と、クリスマスリリックライブ、文化放送 A&G クリッパー、そして池袋晴れ舞台でのモアザンヘブンとね、3つライブも続きまして、来てくださった方ありがとうございます。感想も来てるので後ほど紹介しようと思っているんですが、結構年末駆け抜けた感じがあるので、2022年の初めは私多分ちょっとゆったりまったりとしているかもしれないんですけれども、ちょっと後で話しますね。ということで、今回は収録会になりますので、リアルタイムでのお便りはちょっと今日は読めないんですけれども、いつも生配信してる時ですとかはね、随時募集しております。宛先はゆりか 29.official@gmail.com yurika29.official@gmail.com、ツイッターのハッシュタグはシャープ自演ラジオ、そして YouTube のコメントチャット、私今日いると思いますけれども、チャットでもぜひ盛り上がっていただけたら嬉しいです。ということで改めて今年もよろしくお願いします。今回の収録回も最後まで楽しんでください。ゆりかのラジオ作ってみました。今年もリスナーさんの提供でお送りします。ありがとうございます。お送りしていますゆりかのラジオ作ってみました。ということで、新年一発目は収録会でお届けしています。ということで、私の年末年始というか、そんなに大したことではないんですけれども、なぜね収録会でというか、実際撮ってるの年末なんですけれども、急にね明日の午前中までにお便り送ってくれる方送ってくださいって言ったんですけど、急にもかかわらずに送ってくださったりありがとうございました。そうなのよ、私ですねよくツイッターとかインスタのストーリーとかでもあれなんですけれども、ここ最近親知らずが痛いっていうことを言ったりしてたんですよ。で急に痛くなるんですね。で上はもう取ってて、で下が2本残ってってるんですけど、ちょっとあんま良くない生え方をしていて、で決まって痛くなるのはとりあえず左なんですよ。で右はとりあえずまだ痛くないので、こう特に気にしてなかったんですけど、左が本当に急に痛くなるんですよ。でこれは良くないじゃないですか。こうセーブできるものでもないので、結構急にお仕事の時に痛かったり、実際なんか飲み物とかも飲めなかった、まだ取ってないのにだよ、腫れてもう飲み物も飲めなかったり、
こう声を出すのも難しいというかきついぐらいにちょっと急に腫れたりっていうことがちょっと多かったので、まあ、年末年始だし抜こうということで、私はこの年末年始親知らずを抜いております。まあ今はね、まあ、これから抜く段階なんですけど、今の私はだなので、ちょっと生配信が年始早々ちょっと舌ってよく腫れるじゃないですか。これ聞いてる人の中でどれだけ親知らず舌を抜いた人がいるかわからないんですけど、上はあんま腫れなかったんですよ私で、舌は腫れるっていうから、まあ、ちょっとね様子がわからないので、まあ、まずね一発目はこう元気に声が出せるというか、元気にお話ができる時の、トークを聞いてもらおうかなということで、この今回の運びとなりました。親知らず痛いのかな。あの上を抜いた時も麻酔をするじゃないですか。でさ、麻酔してるから痛くはないんだけど、なんかあ、なんか引っこ抜いてるなみたいな、すごい力を感じるじゃないですか。で舌は引っこ抜くっていうか、こう歯茎のところにも埋まってるので、もうあんま痛い話あんま好きじゃないんですけれど、なんかこうそこを切ってもう引っこ抜くみたいな感じで聞いてるので、ちょっとどうなってるかわかんないんですけど、まあね抜いてる人も多いですし、まあそこは安心してというか、急に痛くなる方が、急に声が出なくなる方がちょっと私的には怖いので、まあちょっとね輪郭って変わるのかな親知らず抜くと、わかんないけど、まあちょっと私は元気、まあそういう意味ではちょっと ゆったりとというか安静にした年末年始を過ごしてると思います。ということで、まあそんなこんなでなんですが、12月は改めてですね、ライブもあったりイベントもあったり、あとファンクラブがね始動したりいろいろあったんですけれども、急にもかかわらずねお便りもたくさん届いております。ありがとうございます。そうだな、じゃあまずはライブの感想に行きますかね。ジェンネームちゃんこかこかりさん、あれですね、2022年一発目のお便りです。ありがとうございます。ゆりっぺこばんは、年末ライブ3連発どれも楽しかったですが、長くなるのでクリスマスイブの感想だけ。スクリーンに歌詞を投影する演出、ネット配信でのデジタル演出とはまた違い、アナログで温かみがあって、今回選曲された楽曲にとてもよく合っていたと思います。楽曲に合わせて使用するフォントを変えていたり、それを邪魔しない抑え気味ながら楽曲の雰囲気に合わせた、バックスクリーンの映像であったり、すごく丁寧に作られたステージだなと感じました。今回特に刺さった曲マイディスティネーション、久々の披露などもさることながら、何かと我慢する期間が続いていたので、希望を見出せる歌詞がスクリーンに投影されることで意味をかみしめながら、より心にグッとくる仕上がりになっていました。そうそう、これだけエモい演出をしたのに直後に AT フィールド芸を持ってくるのはずるいです。感動の余韻を返せ。この日のゆりかさんは大きなリボンと白いドレスに包まれて、とても可憐で可愛らしかったです。とても楽しいクリスマスイブのひとときを楽しめました。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。あのね、本当にね、まずはというか、この24にクリスマスイブに行われたスクリーンセッション、ゆりかクリスマススペシャルというライブだったんですけれども、もうね当日の MC の時とかでもお話ししたんですけれども、まあ、今回はまあ、今までワンマンって自分たちでというか、こう自発的にというか、こう主催が自分たちでやってたんですけど、今回のまあワンマンだったんですけど、今回のこのスクリーンセッションは、まあ そういう企画があるよっていうので呼んでいただいて、決まったことでございました。で実際決まったのも1ヶ月切ってたので、正直お客さんもね、もちろんあのもうちょっと早く言ってくれたらよかったのにとか、あのいろいろあったと思いますし、もうね年末で、しかもねみんなね、いろんな予定がある、クリスマスイブ多分10個ぐらいみんな予定あったと思うんですよ。それなのに来てくれたのであの本当ねありがとうございますって感じだったんですけど、まあ、楽曲は、まあ、バラード縛りっていうことで、あげていただいてるマイディスとか、あと会場限定でソングザットネバーエンズ、夢の続きを歌ったり、あとはフォリージとか、そうマイディスも久々だったし、なんだかんだフォリージとかも、時のフォリージとかもすごい久々で、きっと世界の真ん中とかも、10月のワマンライブでは歌ってなかったので、まあちょっとおとなしめな曲、歌詞をちょっとこう浮き出る形だったので、こうよく噛み締めてもらえるような選曲をしてみました。マイディスは本当に久々だったので、2月の4周年イベントでも歌わなかったかな、多分過去映像だった気がするので、すごく久々だったんですけど、
やっぱりマイディスはいいですね。うん、すごく好きな曲です。でもう歌ったのって、まあ、シャイニーレイのカップリングだったんですけど、もう5年経つのかな。で、まあ、2月22日に発売してるけど、歌ってるのは正直あれが2016年だよね、発売が。だから2015年の夏とか、まあもちろん CD 発売される前に歌ってるものなので、まあもちろんね、こう歌ってきた回数ですとか声の出し方とか、それこそ体型だって変わってるしっていう、まあいろんな変化がある中でだったんですけど、まあ今が一番というか、味をねさらに増して歌っていけてるんじゃないかななんて思っております。ありがとうございます。もう一つ、スクリーンセッションの感想も来てます。神ぬこさん、ありがとうございます。神ぬこです。こんばんは。スクリーンセッション現地参加しました。透過スクリーンの演出とても斬新でしたね。最初はスクリーンとゆりかしどちらを見ればいいのか迷いましたが、慣れてくると次はどんな風に歌詞や映像が出てくるのかワクワクしたり、月に浮かぶ物語では泣きそうになったり、曲の魅力を新しい形で楽しむことができました。終演後はゆりかしにメリークリスマス&良いお年をと直接お伝えすることもできたので、ライブと合わせて最高のクリスマスプレゼントになりました。最後に国士無双おめでとうございますね、奇跡的にね、クリスマスイブにね、麻雀アプリでやってるんですけど、国士無双できたんですよ。1919、東西南北、空白、初、チューチューかな多分できました。いや、ありがとうございます。月に浮かぶ物語は実はですね、歌うの2回目で、ライブで、なので聞いてもらうのもだし歌うのもどっちも久々だったんですけれども、こうやって言ってもらえて嬉しいですね。あれだね、どれも物販というか、お話しできる機会もあったので、まあ来てくれた方とお話しできたんですけれども、すごく、楽しい時間でございました。あっという間でしたね。月に浮かぶも本当に歌ってこなかったんですけど、歌ってこなかったっていう言い方おかしいですね、歌う機会が正直少なかったんですけれども、まあまさに真っ白な衣装は、はるちゃん、うさぎのビスターズのね、はるちゃんにも合う、楽曲と衣装と演出だったかなって思っております。じゃあライブの感想最後いきますね。ジェネムコトリンさん、ありがとうございます。ゆりかさん、こんばんは。クリスマスイブから怒涛のライブラッシュお疲れ様でした。24日のクリスマススペシャルでは、歌詞が見えてくることによって曲の良さがすごい伝わってきただけではなく、ゆりかさんの思いがダイレクトに伝わってきたライブになってたし、26日のクリスマスパーティーではいつものゆりかさんのライブスタイルを凝縮したライブになっていたし、28日のモアザンヘブンではガンガンに攻めてきてめちゃんこ楽しかったです。今のご時世的には声を出せないけど、こうやってライブがあるのはとても嬉しいし、何よりゆりかさんが楽しそうに歌ってる姿が見れただけで行ってよかったなって思いました。来年のゆりかルートが動くと聞いているので、どんなことがあるのか今から楽しみです。まだまだ辛い時期続きますが、これからも変わらずに攻略していくね。2021年ありがとうございました。良いお年をということで。ありがとうございます。ということは、これは全部来てくれたんですね。24、26、28、それぞれの感想を書いてくれてありがとうございます。そう、もちろん、いつ来ていただいても嬉しいんですけれども、中にはね、こうやってたくさん来てくれる方もいる。のではっていうか、言ってくれたらもっと楽しんでほしいなって思って、まあ正直というか、やっぱ対バンになるので、こうマインドコンダクターとか、まあ最近で言うとドリフラですとか、こう複数、例えば24と26歌ったとか、24と28歌ったとかね、あるんですけれども、なるべくいろんな曲を楽しんでもらえるように、この3公演のセトリは一生懸命組みました。あと衣装もね、今回もというか、まあ、いつも結構自分で選んでるんですけど、もちろんね、曲だけというか、曲はもちろんですけど、見た目的、ライブですからね、こう、視覚的にも楽しんでもらえるように、衣装も頑張って考えてみました。26日はね、なんかね、プチ同窓会みたいな感じでした。もちろんめちゃくちゃ楽しくて、あっという間だったんですけど、まあ、朝香とか、あずなちゃんとか、ののっくしと、あとね、みっぽりんラジオで、もうすでにご一緒させてもらってたみっぽりんとか、どちらかって、あと二宮ゆいちゃんともお話できて、いろいろね、こう、楽屋が近かったんですよ。だからいろいろ話できたんですけれども、なんかね、
安心しました。意外とみんなに会うの久々で、まあ朝香はラジオで会ったけど、なんか朝香は別みたいなちょっと言い方あれですけど、ののくちゃんは1年ぶり、去年の宮古プレミアムの時にステージは一緒じゃなかったんですけど、裏で楽屋とかで会ったりしてて、ののくちゃんは多分私2年前とかに会って以来、もちろんなんかみんなの活動とか見てるんで、なんかこう久々感はなかったんだけど、いや面白かったですよ。ずーっとね、腹筋筋トレの話、プロテインの話、肌にいいサプリの話、白黄旗の話いやでもね、みんなかっこいい、なんかかっこいいですよ、アニソンシンガー若手勢本当に。なんか楽屋とかでは、まあ、ヘラヘラって言ったらあれだけど、なんか一緒に、こう、お菓子とか食べてキャッキャしてるのに、本番行ってステージ上がって歌ってると、あれなんかさっきの人みたいな。あれさっきまでここにいた人だよねみたいな。ほんとちゃんとみんなオンオフがしっかりしてるし、それぞれ、なんて言うんだろう。自分のステージの良さというか、自分の、なんて言うんですかね。ライブの強みというか、それぞれ結構違うと思うので、すんごい楽しかったし、勉強になったし、会えてよかったなって思いましたね。うんうんうん。まあ私で言うと、まあ共演で最初ザザザってなって、みんなざわついて、多分良い意味でね。そうで、共演行って、ドリフラ、マイコンで、シャープザキャッチで行ったんですけど、やっぱね、文化放送の名前ついてますから、シャープザキャッチを歌わないのは申し訳ないということで、正直ね、アニメの曲とか、こうね、表題じゃないから知らない人も会場とか配信でもちろんいたと思うんですけど、ちゃんとこの日のためにリスナーさんの声をね、爆上げした音源を作ってもらったので、もう心では A&G、ゆりかのザキャッチリスナーと共に、あの日はステージに立っていたので、楽しんでもらえてたら嬉しいですね。あとやっぱドリフラは楽しいですね。手拍子で一体になれるし、もちろん、バンドでやるのが一番楽しいんですけれども、オケでもなんかね、この一年、まあ、発売してから、まあ、約一年、いろんなところで比較的歌ってきたと思うんですけど、うん、なんか、オケでの完成形というか、私的にはこう、あ、一つになれたなって、あの日、感覚があったので、これからね、もっと大きい曲になるんじゃないかと思うと、楽しみですね。もっと歌い込んでいきたいと思います。で、モアザンヘブンさんではですね、もうね、ついに腹を出しましたよね。いや、楽しかったです。久々にというか、まあ、アニソンだけのライブではなかったので、ちょっとね、ただいま、アニソンカバー、ただいまから、甲賀忍法帳を持ってきたりですとか、眠れる本能でバキバキにカッコつけてみたりですとか、すごいね、晴れ舞台、池袋晴れ舞台さん、会場が最近できたので、ステージもとっても高くて、照明もすんごいかっこいいんですよ。設備がすごくかっこよくて。なので、そういう意味でも、自分一人で立って いてはするんですけど、すごくいいステージになったんではないかなと思っております。改めてね、ほんとライブ、一日でも、一箇所でも、同じですね、意味が。一日でも、二日でも、三日でも応援してくれた方、あと配信で見てくれた方だったり、ちょっと今回はいけなかったけど、っていうことでも、SNS とかで応援してくださったり、ありがとうございました。ぜひね、来年まだまだ、ゆりかルート始動ということで、楽しい時間を過ごしていきたいなと思っておりますので、ぜひこれからも楽しみにしていただければ嬉しいです。ということで、一旦、休憩はないんですね。休憩という名の CM はこの時点ないので、一回閉めまして、また引き続き、ふつおたを紹介していきたいと思います。ゆりかのラジオ作ってみました。引き続き、ふつおた紹介していきたいと思います。ライブのね、感想を少し紹介してきたんですけれども、こちらの感想も届いております。ジェンネムカホーさん、ありがとうございます。ゆりっぺ、明けましてこんばんは。12月19日に開催された、マネケ学園祭パート3視聴しました。
逃げないフリートークも楽しかったですし、一番盛り上がったのはやはりアニラジの善と悪。コーナーが始まって3分でアニラジ台本に物申すトークになり、リスナーさんから送られてきた告げ口メールについてどうかなど熱く語り合う様子は爆笑しながら考えさせられる時間で、一リスナー兼投稿者としてとっても楽しかったです。これからも許せる精神を持ってラジオを楽しんでいきたいと思いました、ということでありがとうございます。もうあっという間にね、過ぎたあの時間だったんですけれども、タカちゃん、アブラゲドン、石油王さんからもいただいてます。ありがとうございます。ひれっぺこばんは、マネキ学園祭並びにしゃべれ学園祭、ご出演お疲れ様でした。善のアニラジ、悪のアニラジというアニラジの様々な問題に皆さんで切り込んでいく感じが聞いていて面白かったです。それにしてもひれっぺも悪に染まっていたらなんて、ただ正直、挨拶だけ変えて同じ番組にメールを送るという発想は考えてもみませんでした。これはちょっと後で弁解させてください。そんなタイミングで黒市さんの挿入歌を歌うのは何かの偶然なのか、はたまた必然なのか、どちらなんでしょうか。あ、多分ね、善と悪っていうところでやってくれてますね。何にしても学園祭学園の皆さんとお友達になれたようなので、今度は逆に自演のラジオのイベントに学園祭学園の皆さんを呼べるようになるといいですね、ということでありがとうございます。まずですね、これも喋れ学園祭さんの方でもお話ししたんですけれども、私中学生、本当に送り始めた中1、中2ぐらいの時にですね、まだこう収録という概念を知らなかったんですよ。だから毎週ラジオ局に行って、毎週リアルタイムでお話ししてるんだって思ってたんですよ。で、だからこの挨拶を変えて同じ番組にメールを送るという発想っていうことなんですけど、まあ例えば年末年始だと、ゆかりん、明けましておめでとうございます、おせち食べましたかっていうメールを送るとするじゃないですか。で、まずじゃあ今週これを送ろう、ゆかりん、明けましておめでとうございます、おせち食べましたか、読まれなかった、あ、じゃあ来週だったら読まれるかなって思って、明けましておめでとうが時期が過ぎるんで、ゆかりんこんばんは、おせち食べましたかって、おせち食べましたかってこんな簡単なメール送ってないけど、これなんて言うんですかね、収録っていう概念、例えば 2回撮るとかさ、わかんないですけど、知らなかったから、なんかこう挨拶だけ変えることが正直悪だと思ってなかったんですよ。ラジオの構造を知らなかったというか、収録という概念を知らなかったんですね。なので、もちろん知ってからはなんてことをしてしまったんだって思って、でもちろんやってないんで、これはね、悪ではないですよ。これは若気の至りと言いますか、こう子供心なので、ぜひ許してほしいということで、はい、すっごく楽しかったです。まあ、招き学園祭イベントで配信の有料のチャンネルの方と通常回の喋れ学園祭、両方2週連続ですね、なので出演させてもらいまして、まあこの自演ラジオから呼んでいただいてというか、それを本当に実現してくださって、本当に本当にありがとうございました。聞いてないと思いますけど、今すごく1時間ちょっとの配信だったと思うんですけど、もう5時間ぐらい語ったぐらいのこう熱量ででもすごく皆さんそれぞれね、やっぱラジオがお好きで、今も喋ってらっしゃって聞いてらっしゃってっていう、なんか一人一人のラジオイズムみたいなのを感じて、私も勉強になったし、あと今日ね、みんなそれを受けてからなのか、今日疑問系のメールほとんど来てないんですよそう、なんかお便りで最後疑問系で締めるのは善か悪かみたいなのがあったんですけど、これはあれかな、通常回の方で言ってました。まあ、ぜひね、マネキの有料チャンネルの方で言ったのはもうぜひそっちで、見た方はね、お金出して聞いてくれたので、そっちで、もう、まとまっててほしいんですけれども、そうそうそう。なので、あれですよ、本当にね、ラジオっていいなって思いました。こう楽しいですよね。でも一人でこうやって喋ってると、正直、掛け合いがないので、まあ、何にせよ許せる心で、何かしらはありますから。まあでも私は今こうやって一人でね、まったりと年末喋ってるので、まあね、誰かに迷惑かけてないといいんですけど。でも、ぜひまたね、ラジオではもちろんですし、皆さん素敵な演奏の中で歌えたりなんてしたら、楽しいな、いいな、なんて思っております。あとなんかプラ版はもしかしたら今年ね、実行するかもしれないとのことで、いつでも私はプラ版やる準備しておきますので、よろしくお願いします。ということで
あとあれなんですよ。ちょっとね、何お便りを送ってくださいっていうのが急だったので申し訳なかったんですけど、ビレバングッズが届いたよっていうお便りじゃない、ツイッターとかで教えてもらったりして、ありがとうございます。ビレッジヴァンガードさんと自演ラジオのコラボグッズなんですけれども、孫さんの素敵なイラストで、素敵なデザインで、特にパーカーとかね、キャップとか、これから冬の時期ぴったりですので、ぜひね、届いた方、愛用していただければ嬉しいです。なんか、ハスダシティマスク、やっぱりどこにつけようか迷ってますみたいなやつとかあったんですけど、まあ、堂々とつけてください。堂々とつけていただければ嬉しいです。あれだけ私がデザインしたので、あれだけ孫さんじゃないんですよ。だからね、ハスダシティのマスクをしてる人、イベントに、例えばね、こう会場とかにいて、ハスダシティって書いてあるマスクをしてるゆりかおたかがいたら、その人は多分、こう、なんていうんですかね、同じ匂いがする人たちなので、心の中で、あ、仲間よと思ってほしいなと思います。じゃあもう何通かいけますかね。 JNM ガグビ君ありがとうございます。最近麻雀にハマってるゆりっぺこばんは、僕のいる部署では週に2回オンラインで麻雀大会が開催されているんですが、麻雀の おかげで確実に大会参加者全員の仲が深まっていって、仕事がすごく円滑に進むという好影響が出ています。ファンクラブイベントで麻雀大会やりたいですということで、いや私もやりたいですね。これ結構ね、この年末のライブラッシュの時にいろんな人にファンクラブで麻雀やりませんかとか、それこそ朝香とかね、こうアニソンシンガー勢麻雀好きな人多くて、なんか麻雀をしてるだけの動画配信をやりたいとか、なんかいろいろねあったんですけど、私もね結構ちょっとずつ役は覚えてきました。なんか今までリーチしかできなかったんですけど、泣いて上がることもできるようになりましたよ。缶4つ揃えるやつとか、あと 123123123 とか同じやつでやるやつとか、立直それリーチ、なんか平和みたいなやつとか、あと白義義じゃない発白発中はポンとか缶しても3つだったら上がれるとか、あと1と9がなく上がるやつとか、結構前よりは覚えました。泣いても上がれるようになったので、まあちょっとこれなら、まあ強い人強すぎるから、一旦あれなんですけど、まあ、ちょっとみんなでやるくらいだったら、できるかもしれないです。なので、今年やりたいことリストに麻雀大会は、ちょっと入れておこうと思います。ということで、少し30分と言いながら結構喋ってきてしまいましたが、たくさんのお便りありがとうございます。今年もぜひ送りたいと思った時に好きなことを送っていただければ嬉しいですので、今年もお便りよろしくお願いします。ありがとうございました。お送りしてきましたゆりかのラジオを作ってみました。そろそろお別れのお時間です。ということで、2022年一発目の自演でしたが、いかがだったでしょうか。本当に年末結構詰め込まれていたので、感想メールとかもたくさんね送っていただけて嬉しかったです。ラジオ、私のこのラジオは正直時間が決まってないので、好き勝手に今日はねのんびりとお話をさせていただきました。ということでですね、2022年になったということは、怪人開発部の黒一さんがねもう放送でございます。1月8日からねスタートとなっております。私は挿入歌ミラクルステップを歌わせていただきます。どのシーンで流れるのか、原作をもうね読んで調べてくれた方もいるらしいですけれども、原作を見て、あ、ここだなと思うか、まあもちろんね原作はいろんなパターンあるじゃないですか。これアニメを全部見てからちょっと原作見たいなとか、な先知りたくないからちょっとアニメが落ち着いたら原作見ようとか、もちろん原作から好きな方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひね
どのシーンでミラクルステップ流れるのか楽しみにしていただければ嬉しいです。私も毎週、リアタイして黒市さん見たいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そして A ファンクラブゆりかルート、こちら攻略、まあ、入会受付中でございます。結構ね年末、まあ、そこだけの攻略動画って言ってるんですけど、ファンクラブ限定の動画ですとかブログですとか、あとゆりかルートだよりっていう手書きの解放とかもね作っております。この1年さらに、コンテンツというか内容をね充実させていきたいなと思っておりますので、ぜひ入会攻略していただければ嬉しいなと思います。ワンコインですよ。ワンコインですかね。こういうことを言うと、別にカット何もね何もいけないことは言ってないのであれですけど、結構お手軽にいろんなコンテンツを出しておりますので、ぜひ、入っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、次回の自演ラジオなんですが、次回は親知らずはもう取って晴れも引いて、ちゃんとね生配信で顔を見せられる状況だと思います。ちょっとまた具体的な日程は言えないんですけれども、まあ今年の自演ラジオとしてはそれこそねゲストの方を呼んでみたりですとか、まあもちろん今までもねいろんな方が出てくださってるんですけれども、そういう機会もね今以上に増やしていければ嬉しいかなと思っておりますので、今後とも自演ラジオよろしくお願いいたします。ということで、そろそろお別れのお時間です。ここまでのお相手はゆりかでした。またね。ゆりかのラジオを作ってみました。この番組は今年もリスナーさんの提供でお送りいたしました。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。